かなり良くなった。音もそうだけど、指の運びが最初の頃と全然違う。特に A メロのところ、今はすごく滑らかに動いてる気がする。これなら、明日の全体練習でも問題なく合わせられそう。全体練習か。この集中特訓を始めてから、すごく充実した時間を過ごせてる。それに、みんなも。前から使ってたものだから、もう買い替えたし、大丈夫だよ。まだ指の皮が柔らかいってことだから、ちょっと恥ずかしいな。さっきの苦手の克服が早かったって、私からフォローさせてもらおうかしら。みんなも本気で頑張ってくれてる。これならきっと明日の全体練習も。やっほー、チフッチー、今日の練習始めるよー。あれ、ん、どうしたの。ううん、なんでもない。今日の担当またカイトさんだと思ってたんだけど、勘違いだったかな。変なしそっち。まあいいや。それじゃ夜の練習に入っていこう。明日はみんなで合わせる日だし、今日中に各パートは完璧に仕上げたいもんね。うん、私もちょうど同じことを考えてた。それでリンから見てみんなの様子はどう？バッチリ。明日も絶対うまくいくよ。だってみんな本当に本当の本当に頑張ってるから。私ね、最初はみんなが次のライブにどれだけ本気なのかちゃんと分かってなかったんだ。だから集中特訓やるって聞いた時も、みんなと一日中一緒に過ごせるなんて楽しそうって浮かれちゃってて。でもね、みんなと練習していくうちにそんな気持ちじゃダメだって思ったんだ。だってそれくらいみんな本気だったから。ふわー、たくさん演奏した。そうだね、もう4時間くらい続けてやってたし。え、そんなに経ってたんだ。さすがにちょっと休憩した方が良くない？うん、そうだね。あ、そういえばさっきお菓子持ってきてくれたって言ってたよね。甘いものって疲れによく効くってルカ姉も言ってたし、一緒に食べようよ。いいね、お菓子タイム。でももうちょっとだけやってからでもいい？リンちゃんから教わったとこもう一回復習したいんだ。え？さっきは休憩しないの？今の私のままじゃまだお客さんに届く演奏はできないと思うから。だから先に食べてて、私も少ししたら休憩するから。さっきがそんなことを。珍しいでしょ、いつものさっきならノリノリでお菓子タイムに入るとこなのに。でもさっきだけじゃないよ、ホナッチやピッチーも。ごめん、ちょっと止めるね。え、どうしたの。今のところずっとリズムが取りにくくて、ハイハットと一緒にバスドラを踏むから妙に抑揚がついちゃう気がしてるの。確かに4拍目だけ強めだったね。でもホナッチっていうほど変に聞こえなかったよ。そうかな。うん、今のとこってただでさえリズム取るの難しいのに
ちゃんと叩けてたし、この調子で次も。ごめん、リンちゃん。やっぱりもう一回、今のところやらせて。もっとうまく叩けるようになりたいの。バンドの柱として、みんなを支えていけるように。ほな、じ。わー、リンちゃんのギター、すっごくかっこよかった。それに歌も、すっごく綺麗だったし。私もつい一緒に歌いたくなっちゃった。ありがとう。でもこれじゃまだ全然ダメだよ。歌も演奏も私の理想とは全然違うから。え、でも前リンが歌ってるのを聞いた時、すごく高音が力強くて綺麗だって思ったんだ。あの天井を突き抜けるような声の出し方を教えて。今回の曲はいつもより高めのパートもあるから、歌い込んで慣れていきたい。そうじゃないと自信を持ってステージに立てない。それに手、みんなすごく一生懸命練習しててね。だから私も、もっともっと、みんなのためにできることを考えなきゃって思ったの。ねえ。で、本気になった凛先生が、ビシバシって教えて、みんなも頑張ってついてきてくれたから、ぐんぐん上手になってたんだよ。だから、絶対うまくいく、なの。そっか。ってことで、まずは防衛のシホッチの今のパワーを見るところからだよ。前に私が教えた時からどれくらい上手くなったか見せて見せて。わかった。それじゃあ弾くね。みんなの熱量に負けてられない。全力でやろう。今日までの練習の成果を全部出して、聴いてる人の心に響く音を、私たちの音楽を証明できる音を、もっと。は、この音、すごい。これが、シホッチの本気、なんだ。でも、はあ、これで終わり。どうだった？あ、リン。どうしたの？何か気になるところあった？あ、別に気になるってわけじゃなくて、なんて言ったらいいんだろう。遠慮しなくていいよ。思ったことがあるなら言って。シホッチの演奏はすっごくかっこよかったよ。本当にもうびっくりするぐらい。でもすごすぎて。え？どう言えばいいのかな。私の考えすぎかもしれないんだけど、あのね、シホッチ。ごめん、遅くなって。カイトニー、なんでここにいるの？なんでって、今日、シホの担当は、俺だったと思うけど。え？あ、やっぱり、私も今日、カイトさんの担当だと思ってたんだけど、リンが来たから、
私の勘違いだったのかなって。ああ、本当だ、勘違いしてた。花地に遊いて怒られちゃうよ。じゃあまたね、つかみ殿。あ、結局聞けなかったな。リンと、また話したいことでもあった？あの反応は、やっぱりちょっと気になるけど。大丈夫です。時間もないし、練習を優先します。それじゃあ、やっていこうか。と言っても。正直、俺から教えられることはもうないし、あとはシホが自分の演奏を楽しむだけだと思う。何があっても。はい、明日は全力を出し切ろうと思います。じゃあ最後のパート練習だね。はい、お願いします。